楽しく談笑しながらアップをしていたんですが、まるでお弁当でも持って運動会に行くかのようなルンルンムードで招集所に入っていったんですね。しかしこうしてあの画面今の表情を見ていますと、招集所消えていった時の明るい雰囲気とはまたガラッと違った凛々しい表情に見えておりますので、さすが世界記録保持者だなと思います。なるほどね、という小谷さんのリポートですが、ただ宇津木さん、やっぱりこの大観衆の中からね、声援を受けますと、さすがにその声援に向かって応える余裕っていうんでしょうかね、そういうものを感じさせましたね。はい、一流選手はそういう余裕がありますね、みんなね。この7万5000人収容いたしますアテネのスピロスルイスオリンピックスタジアム男子の1万メートルの決勝。まあ、ゲブラセラシエは今年世界記録26分31秒32を作ったわけですが、その後の世界陸上の後のチューリッヒのグランプリで 5000m の世界記録を狙うんだと。したがってこのアテネの硬いトラック、あのアトランタで何か豆かなんか作ってしまって非常にこうなんか痛い思いをしたというか、その後のレースに響いたようですね。硬いことをかなり気にしてますからね。それが嫌でこのアテネは欠場したいと言っていたわけですが、この大会の始まる直前に出場を決定いたしました。ゲブラセラシエの世界記録を平均のスピードに直しますと 100m を15秒81で走るという、これはですねなかなかできることじゃないですね。やっぱり、ね、400に換算しますと64秒を切っていかなきゃならないんですよね。そうですよね、ほとんどもう 400m のランナーに近いぐらいのスピードで走っていくというこの 400m トラックを25周する男子の 1万m の決勝です。残念ながら日本の高岡は足の痛みのために棄権をいたしました。1万メートルの決勝、宇津木さん、ゲブラセラシエの他には注目される選手は世界記録をマークしたゲブレセラシエ、その自らの世界記録更新なるか、そして世界陸上3連覇なるか、1万メートルがスタートを切られました。ご覧のように世界記録がゲブレセラシエの26分31秒32、大会記録もゲブレセラシエの27分12秒95、前回のイエテボリでマークいたしました。インサイドからスタートいたしましたゲブレセラシエが早くも先頭に立っています。ゲブレセラシエ先頭、このオスロのグランプリで1万メートルでゲブレセラシエが世界記録を作った時にはエチオピアのジファール304番をつけております。ジファールがペースメーカーをやっていたんですね。そうですね、やっぱり長距離で世界記録出すとペースメーカーがないと苦しいんですよね。そうですよね、この世界陸上ではペースメーカーはいません。したがってゲブレセラシエが自分で走り切ることができるかどうか、現在そのゲブレセラシエは2番手あたり、2番手から3番手につけております。2番手から3番手につけています。現在先頭はモロッコですね、モロッコの選手が先頭を走ります。そしてケニア勢の影にちょっと隠れている形、3番手につけているのがゲブレセラシエ、745番をつけております。モロッコのベリアウイ、ベリアウイが先頭を走っています。1周 400m が1分8秒90、早くないですね。ああ、ゆっくりしたペースですね。まあ、1000メートルあたりから上がってくるんじゃないかと思うんですけどね。はい、29度、湿度が 33% です。1周が74秒台というペース、 800m2 分23秒38、非常にこのもう日が暮れましてね、照明灯の威力が発揮出されたこのアテネですけれども、風は爽やかですがまだまだ気温自体は暑いですから、選手たちにとってグリーンでスーッとサイドが分かれているのがモロッコです。そして上半身が薄いグリーンで赤いパンツがエチオピア、そして全体的に黒く見えるのが、ケニア、全体的に黒く見える、まあ、ユニフォームがケニアというふうに色でお考えいただければいいと思います。現在トップはモロッコのサラヒソー、そしてケニアの選手が続いております。そして、現在ゲブラセラシエは第3位、さらには305番をつけています、エチオピアメズゲブがゲブラセラシエと並ぶように走っています。ゲブラセラシエの前はベリアウイ、ベリアウイです、ケニアのベリアウイ。ペースが落ち着いた感じがしますね。ケニア勢3人、テルガトも含めてですね、はい、3人がなんとかゲブラセラシエに勝ってやろうという考え方じゃないですか。なるほど、ケニア勢が作ってるみたいですね、テルガトも5番目ぐらいにいましたね、はい、ケニアのね、まあ、クロスカントリーには3連勝ぐらいしてますからね、はい、アトランタオリンピックでは銀メダルを取りました、そのテルガトが現在5番目。さあ、そしてゲブレスラシエのところに、エチオピアメズゲブが出てまいりました。メズゲブ、おお、ちょっと
ちょっとモロッコとぶつかりました。メズゲブと、モロッコ757番をつけております。ソーがちょっと接触いたしました。男子の1万メートル、こういう遅いペースだとどうしてもやっぱり接触があります。そうですね、ありますね。ここで走がトップで4000メートル通過、11分11秒85、4000メートルを通過しました。この1周のラップが66秒台で落ち着いています。今度はモロッコ勢がトップに立ちました。やりまして、エチオピアのアッセハ・メズゲブ、世界ジュニア5000メートル、1万メートルともに昨年の世界ジュニア優勝しております。このメズゲブが先頭に立ちました。そしてケニア勢が続いて、ゲブレセラシエが現在4番目につけております。5200メートル通過、ラップが70秒台にまた落ちました。ちょっと遅くなりましたね。そうですね、はい、この63秒で25周回れば世界新記録という、はい、もうとにかくお互い牽制し合って先を譲り合う、まあお先にどうぞというのは交通安全ですけれども、この1万メートルではやっぱり早く飛ばしてほしい。ようやくそういった意味で言えば本来の世界陸上のこの1万メートル決勝のペースになっております。男子の1万メートルです。世界記録保持者エチオピアのハイレ・ゲブレセラシエが現在第2位、集団が7人ですか、7人になってますね。やはりケニア、エチオピア、モロッコというその集団です。1人ポルトガルのカストロがいますね。カストロ頑張ってますね。6800メートルを通過しケニア勢、そしてモロッコの飛走、さらにポルトガルのカストロと続いております。その後集団の一番最後にエチオピアのメズゲブ、8000メートル通過、ラップが65秒台、ちょっとまた遅くなりました。しかし65秒ぐらいだったらいいんじゃないかと思いますよ、この気候でしたら。そうですね、はい、22分20秒台で通過していきました。8000メートルです。先頭いきます、ケニア、そして中に挟まって薄いグリーンのユニフォームがエチオピアのゲブレスレシェ。ケニア勢の後方にモロッコのヒソーがちょっと3番目に上がりました。ヒソーが3番手に上がっています。さらにはグリーンと赤と黄色が入っているユニフォームがポルトガル、グリーンと赤がモロッコです。さあ男子の1万メートルの決勝、いよいよ終盤に差し掛かっています。現在8300メートルを通過しました。ケニアの2人がこの先頭集団を作っています。コエチが先頭、170センチ60キロ、コエチが先頭、ケニア2人、そしてエチオピアが2人、モロッコ1人、ポルトガル1人というこの先頭集団。8400メートルが23分17秒、ラップが66秒台。エチオピアのメズゲも頑張ってますね。彼はまだ19歳なんですよね、ジュニアなんです。そうですね、昨年世界ジュニアで5000と1万メートル優勝した選手です。これだけの26分の戦ってますからね。この優勝争いはとにかくこの6人に絞られました。この中でやっぱり一番不利なのはカストロですね。そうですね、912番。年齢とそれからマラソンをやってますから、スピードがですね。はい。もうこれはケニア、そしてエチオピア、モロッコ、このコエチ、そしてゲブレスラシエ、サラヒソー、この3人の三つどもえの戦いという形になりそうです。テルガドが遅れました。ケニア勢周回遅れの選手を抜いてまいります。690番をつけましたポール・コエチ、コエチが先頭を引っ張っていきます。28歳、アトランタオリンピックの1万メートルは6位でした。690番をつけています、ケニアのポール・コエチ。そしてぴったり後をついて離れないのがハイレ・ゲブレスラシエ。8800メートルを通過、残りが3周になりました。残り3周、薄井さん、どうやら最後の最後までこの形でいきそうですね。まもなくあと1000メートルですからね、この辺でゲブレスラシエが仕掛けるかですね、はい、その前に誰かが逃げるか、ちょっとどういう形になるかは見ものですね。ここ は、 はい、残り1100メートルを切りまして、まもなく1000メートルに差し掛かろうというところ、地層がちょっと前に出かかりましたが、ゲブラセレシとシエテと並んでおります。現在トップがコエチ、ポール・コエチ、ケニア。9000メートルを通過、24分53秒台。もう記録的な興味はありません。ね、誰が勝つか、男子の1万メートル。残りが900メートルになりました。
悲壮がちょっと前に出ました。悲壮がちょっと前に出た。3回ほど悲壮は前に出たんですが、すぐ下がりますね。下がってますもんね。ポール・コエチが 9000m 24分53秒台で通過。 9200m この1周のラップが66秒台のラップで通過しています。昨日の女子の 1万m も非常に遅いラップでしたが、ここでゲブレスラシエがちょっと出た。ゲブレスラシエ前に出るか、前に出るか、いや出ない、いや出ません。コエチがまたちょっとペースを上げます。またコエチがちょっとペースを上げます。もう集団最後のスプリントの勝負になりました、男子の1万メートル。ポール・コエチ、ケニアが先頭です。ケニアが先頭、そしてゲブラセシエ、テルガドがちょっと遅れました。ケニア勢テルガドが遅れています。おー、ここでゲブラセシエ出た。ゲブラセシエが出ました、出ました、出ました、出ました。残り600メートルを切ったところ、ゲブラセシエスパート、ゲブラセシエがスパート。世界記録保持者のそのスパートの力、ぐんぐんリードを広げる。もう15メートル差がついた、15メートル差がつきました。すごいペース、すごいペース、20メートル以上差がついて、残り1周9600メートルは26分28秒71。いやー、薄井さん、すごい、すごいですね。まあ極端な話、200メートルかなっていうような感じの、ね、スパートでした。ハイデゲブレスラシエ、世界の実力をまざまざと見せつけました。ポール・コエチに対しまして20メートル以上の差をつけております。今バックストレート、まもなく第3コーナーに差し掛かろうというゲブレスラシエ、世界陸上3連覇なるか。残り200メートルを切りました、残り200メートルを切りました。スロスルイズオリンピックスタジアム、大変な歓声に包まれています。ハイデゲブレスラシエ、後ろを振り返った、後ろを振り返りました。第4コーナーを回ります。直線出てきた、ちょっとコエチが迫ってきました。コエチが迫ってきた、しかし差は縮まらない、20メートルの差は縮まらない。これはもうゲブレスラシエ、3連覇間違いなし、世界陸上3連覇間違いありません。ハイデゲブレスラシエ1着でフィニッシュ、世界陸上3連覇、27分24秒58、27分24秒58。残り600メートルからすごいスタートを見せましたゲブレスラシエ。2着にはケニアのポール・コエチが入りました。最後の1周はさすがにゲブレスラシエもややきつそう、息が上がっていますが、しかしスタンドに向かいまして、その勝利のシグナルを送る余裕はあります。最後の1周56秒です。うわー、すごいですね。いやー、本当に臼井さん、残り、まあ、600メートルからのスタートというのはさすがの力、力がなきゃあそこから逃げられませんからね、はい。